お竹野さん。あれ、マットいない。誰だったんだろう。まあ、僕がマットマン。地獄に落ちな。じゃあ、次行きますか。はい。はい、お願いします。来た来た。ちょ、なんか仕掛けるか？ナイス。ナイス。早かった、今日も。俺が湧いた頃には画面発信しておいたけど。早っ。右入力が相当早かったよ。宮さんいる？大丈夫か？いないよ。怖い。あら、待て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 、え、はい、富士宮って貨物側いかんかった行ってるバイタルから。へえー、そうなんだ。なんかあるんですか？また死んでるぜ。うん、僕はあのバイタル見ててもう本当に今死んだと思うんだけど、その前にあの富士宮バイタルの中にいたからさ、え、バイタルかと思って、ええ、ど貯金ですか？え、誰がキルできるのこれ？ド直近、うん、できないと思われるのが、自分がね、貨物からバイタル入った時にゴミ箱に武雄さん、ダウンロードに伊豆さんで、バイタルにエレキから入ってくる藤宮の順ですれ違っているから、武雄さん視点でそれより右に行ける人だね。スナパイさんってさ、結構白出るんじゃないの？エレキ入った、はい、エレキのアスタリスクまで行った後、うん、今石油の入り口まで行けてますね。あのね、スナパイさんが藤宮に追いつくことがちょっと厳しそうかなと思った。だから薄め、はい、うんうんうん、でボタンの目安もいいでしょ。ここから工藤さんに 100% 白出します、はい、で、あるオマブリも無理、天保、あ、そうね、天保組です。あ、僕はめちゃめちゃ容疑者なんで、あのラウンジから貨物に入ったところ、うん、はい、あるオマブリめ、まあ、砂場さんも弾くんだったら工藤さんも無理で、旗伊豆神、僕が今メインホール除染でシャワーメイン間の扉を開けて入ってみたいな感じです。これ竹尾さんって最終どこまで動けてます？ベッドぐらい、バイタル横のベッドぐらい。ただね、僕あのバイタル5秒ぐらい見てて、まあ、外しながら見て外しながら見てみたいな、うんうんうん、で本当に今死んでバイタル外して、でベッドだから本当1秒とか。まあ一応僕から言えることはメインの右の扉は開いてて、で多分アーカイブの扉は全閉まりしてると思うから、まあそれそれそれ確認してくれればって感じかな。はい、伊豆さんってとこなんだっけ？これバイタルダウンロード。ああそうなんだ、うん、なるほど。そのタイミングでどっから入ってんの？そうやって貨物から入ってるはずね。伊豆さんだけが3人で動いてて、その3人と藤宮がすれ違ってるみたいな。伊豆が挿入だったらもうスナパイさん弾いていいんじゃないの？いやでも俺さらにその左だから、俺スナパイさんがどう動いたかは知らん。多分スナパイさんはむずそう、追いつけないと思う藤宮に。竹雄さんの感覚、藤宮どこまで行きます？ちょっとむずいな。あそこから5秒、いや貨物には入れますよ。入れ入れ余裕。やばすぎるな今の。誰なんだよ。はいはいはい、はい、はい、あ、一応畑坂さん指導は出ないんだけど、僕から新章は結
結構良い方です、僕は。畑底さんは、うん、赤部ランジまで一緒で、うん、で俺はランジのトイレ行っちゃったんだけど、その数秒で切ってるってことになるから、畑さんがやってたらなんか俺に死にされた後にやんのかなってのが、俺切った方がいいと思うんだよな。工藤さんを置いて、かつしかも工藤さんって宿舎でヌーンを右に渡ってきた結構死人が少なそうな人だったから、残していったのはまあ印象はよく思ってほしい、うん、まあ、しかもボタンは入んなかったら、後ろついてきてレポートされるかもってことですよね。うんうん、うん、畑さんって確か、キル起こったターンは貨物バイタル艦ぐらいにいるんだよね。貨物に入ったところ、ラウンジから貨物に入ってちょうど真ん中より上ぐらいのところ、まあ行けてそんぐらいだと思うか。なら僕の城でないか。基本伊豆畑死んでバイタル側削れてんの確認できたら竹尾さん城でいいと思います。そっちの、 あのバイタル側の人の藤宮がどこまで行けるか感覚次第では僕にワンチャン城出ると思ったからちょっと確認して。絶対いける絶対いける。というか貨物に入ってないとおかしいぐらいな感じだった。そう確かに、うん、しかもね、エレキ側からのエントリーで診察にも左に戻ってくることがありえないと思うから、伊豆武雄の両方が多分死人できてるはず、生きてる藤宮が。じゃあもうちょっとプラスで言うと、あの配電盤には藤宮いないし、給油のところも多分いないはず、多分そのくらいまでしか動けてない、俺は。そこら辺はギリいけるかなぐらいになる。だから下側です貨物の僕視点は。その場合で生きるのは誰になるんですか。変わらずじゃない、あんま変わらずじゃない。慎太郎くんか伊豆さん、まあ、誰かバイタル見といて。畑坂多分ね4秒5秒ぐらい削れてると思う。あのターン短かったから4秒5秒削れてたらもう鬼気持ちよでいいと思うけど、うん、うん、そうね。えでなそうなぐらいで、めっちゃ短かったと思うけど、あなた。俺も結構早めにボタンを押したつもりだね。金庫のタスク1個と、金庫のタスク1個とミーティング、あれミーティングのタスクやったっけ、やってるわ。まあ、どっちみちで白つもんね。最後の最後に駆け込みでキルされたぐらいだと思う。貨物真ん中ぐらい想定。いけそう。うん、これを僕が多分結構新寄りで見られてるから、どこでこの新要素を切っていくかによる。これもほぼ今でハイブリさんって、俺今ねバイタルチェックしに行って残り7秒03だった。あで俺バイタル頭で確認、最初に確認してます。でバイタル削れてたから竹尾さん白で大丈夫。まあ5秒ではなかったけど、あ、まあ、7秒下位置は見ながら外して、うん、見ながら外してる、うん、ハイブリさん切るのかな。いや下位置どこ、エレキの5番す、あじゃあエレキのね、ね8番と5番の8番寄りって感じですね。ね、今回エレキが785みたいな感じでつながってて、セキュリティエレキバイタルは一直線みたいな感じかな。下の方は俺下段は行ってないから分からへんけど、で俺はバイタル方面行ってて最後7秒03を見てるって感じ。バイタル情報ってなんか出ます？出へん。今見て時間だけチェックしてもうすぐレポートって感じだから、下にも何も見てない。伊豆さんって今どこにいる？俺今メインでスナパイさんと見合ってる。うん、あの白が出ないってこと？いや多分白は出ないとは思うけど、ほぼ、まあ、5、6秒一緒にいるから。女性の前の廊下に来てましたね、うん、僕はシャワーでタスクやってたんで。あたさご白、はい、停電直してます展望で。で竹尾さん僕今キッチン側から来てる。へえ、竹尾さんってどうやって行ったんだろう。アーカイブ分けっすよね。でも見合ってるんだったら無理っすよ本当にね。にね、本当に直近っすよ。直近やったら多分スナパイさんから白出ると思う。慎太郎ってどこ行った、うん、僕今貨物とバイタルの間の扉が開いてることは確認してて、ゴミ捨てタスク終わってるところで。貨物バイタル、あのバイタルのゴミ捨てタスクあるじゃないですか、
それ今終わってて、で貨物バイタル館の扉が開いてることを確認してるっていう感じ。え、キッチン脇やったよね。キッチン脇ですよ。あ、そうなの。え、合ってないの。え、でもキッチン脇で僕エレキまではアルマハイブリッド一緒で、多分アルマハイブリッドが先のアップロードに入っていって、うんうん、その後エレキ内でも3人ぐらいとすれ違ってるから、で僕は早々にバイタル側に抜けてるんで。オッケーオッケー。基本的に書籍でも含めてエズさんかなって思うけど、おマクドは、貨物金庫にいます、うん、で俺が最後少しだけ離れて配電盤前ぐらいに到達したところで停電直りました。両両城です。ここ両城、はい、ハイブリさんは勝ちタスクのとこからバイタル行きましたよね。そう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 。あ、じゃあハイブリさん俺目線で無理だわ、うん、無理無理無理。このターンはハタさん白出るんでしょ。うん、停電直してるからね、まあ、僕ねエズさん、いやスナバイさんまでつながりそう、なんか議論的にはって感じがした。うん。そうね、うん、あー、てか俺にそんな入るんや。慎太郎に入れちゃったの俺。俺も釣る場合もなんか、ボスナーパイさんまで釣り気になってなりますけど。まあ、の票の内訳聞いていいですか。慎太郎投票。工藤が伊豆さん。伊豆さん投票が多分ハイブリッド竹雄かな、じゃあこの感じ。いや、僕も入れてますよ、伊豆さんに。え、俺入れてるよ、伊豆さん。伊豆さんに入れてるよ。俺も伊豆さん。おかしいな。とんどういう意味ですか。じゃあ、慎太郎くんに入れた3票は、はい。はい。はい。伊豆名畑。伊豆名畑で入れて言ってない僕はスキップで、もう一人が俺もスキップ、マジだから本当はスキップ入れたのに伊豆さんに入れたって言ってる人がいるんだ。勘違いとか何ノリがあるんだそれ。まあいっか。まあ伊豆神結構フラットかなと思うわ、客観では。え、今の見ると慎太郎くんのが怪しく見えちゃうけど、え、だってスナッパイさんと伊豆さんって白を取り合えるんでしょ、うん、直近だったら。直近っていうのがだからどこの情報だっけそれ。あ、俺からの情報で、うん、あ、ハイブリさん視点もガチで直近だと思うよね。そうね。だってアルマと一緒に勝ちタスクのとこ一緒にいたじゃないですか、3人で、うん、いたいた。でアルマが先に出て行って、俺とハイブリさんがちょっと後に出て行って、あのハイブリさんが右で診察側、俺がエレキの左、エレキ内レポートっすよね。そう、うん、あ、じゃあ絶対伊豆さん違いますよ。うん、伊豆さんはエレキからメインに登ってってんのよ、中盤ぐらいにも。多分見てるから最後の5、6秒だけ一緒やったから白はできらへんかなと思ったけど、宮田さんが直近ってやったら白出るっていう言い換え方しましたね。なんかね、投票はもうだからスナッパイ伊豆の人外を決め打った人の3票ってことでしょ。議論的にそう見えたって言ってた人はどう見えてたってこと。いや、あるとしたらっていうのと、ね、まあ普通直近の話は出てたし、ラインがあるなら伊豆砂には見える。伊豆神つるつもりで伊豆さん を投票してた、俺は。いや、ハイブリさんが昨日の議論で伊豆さんに投票するのなんかちょっと変だなと思っちゃったけどな。慎太郎に結構疑念を抱いてたと思ったから。要するに、別に今日どっちから処刑されても配置ができればにずれできるんで。まあそうね。チェリー君いないんっけ、いなそう。どっちかにまとめたいと思ってるし、なんか、迷惑の疑問に関しては、俺、うんうんうん、俺とアルマ君の後ろついてきた死人情報が出ているのは確かだから、アルマ君と俺一緒にチェキアップにやってるから、うん、あ、じゃあ先に抜けたんやは納得しちゃった。メイヤさんはどっちに入れてない、な、うん、俺は慎太郎に入れてる。僕は。いいよ。今日は集めた方がいいと思う。慎太郎君にするわ。あ、いや、僕結構ね、名誉スナパイの三人街かなって思ってるんで、つながり的にね。まあ、伊豆さんは硬いと思うから、まあ、配置して伊豆さんまで捨ててください。残りは別に堀より違う可能性があるんでね。位置ずれもなし、まあ基本俺は慎太郎で落ち
してないと、まあ、さっきのやつが LINE になっちゃうかな。畑さんに白を出してたのが竹雄さん。うん。で、名屋さん視点でハイブリさんに絶対白を出せるっていう状態で。まあ、でも俺、停電直せてるから、どこであっても白だ。ああ、そっかそっか。うん。どっちみたらさん白いから。鬼騎士様に見えるっていうのは、多分慎太郎くんが言ってたやつね。あれって名屋さんが直近って言ったからだと思うんだよ。そうだね。でも、ハイブリさんの位置がおかしくなるからって話だけど、でも、ハイブリさんも直近だって言ってるから、直近なのは多分間違いないのよ。うん。うん。だから多分人外構成も多分おかしかったと思うから、僕は慎太郎くんで連れてるのかなって思っている。道連れもないようだし。そうそう、まあ、僕視点のあんまどうぞ、うん、鬼騎士点でさ伊豆さんのが怪しいって思った理由って何なの？あの初手キルがあの、うんうんうん、スナパイさんがエレキに抜け、伊豆さんが僕ダウンロードのところにいるのはなんかちょっと見たような気がするけど、うん、一応藤宮に追いつけるかなと思ったわけね、初手キルで。だから初手キルも込みで伊豆さんかなという。なるほどなるほど。まあ伊豆さんまでは俺は釣ってもいいかなとは思ってるかな、うんうん、うん。まあ俺自身は慎太郎で落ちてると思うから任せます。ただ俺を釣ってタスクが終わらへんのやったらやめてほしいなと思うぐらい。いやでもタスクが終わる終わらないに関わらず伊豆さん、まあ、8人場面なんで、まあまあまあ任せます。慎太郎で落ちてない可能性を考えるんだったら、まあ伊豆砂のラインがある以上伊豆さんまでは釣らないと初手切るのに。それ言うんだったら釣っても大丈夫なんかな。名屋ハイブリさん、名屋ハイブリの2人の証言で伊豆さんは絶対違うってなってるから俺。うん、まあでも僕目線は別に伊豆砂のラインはあるので伊豆様では釣ってもいいかなって僕は思っちゃう。一応メイヤさんは結構信用できるかなと思う。多分コミサボ直してるのがメイヤさんやと思う、このそうだね、うん、俺のさ直しきれてないから。ねメイヤブリの強炉だけ否定すると俺展望で同じにも見てもらってるけど停電直してるんで直してる直してる。あ、でハイブリさんマット、あ、じゃあ、メイヤさんマットはないっす、今見てる。いやでもハイブリさんマットは直してる。そうそう、だから絶対新情報なんでしょその2人の調理。うん、で初手キルの藤宮のキルは俺関われないんで、ハイブリさんって初手キル関われるんですか？関われない。関われない。あれだとしたら、初手出てる。うん、メイヤハイブリのロールラインが絶対ないです、ね。うん。うん。俺視点だけ絶対違うから投票はしないけど。まあ伊豆さんまでっちゃうかな、ごめんなさいって感じだな。まあ全然僕は慎太郎どうしてると思うんで OK です。うん。まあ。キル慎太郎がシンプルか。うん。感度が。ターンがない。3キル。まあほぼ竹雄さん。竹雄さんですが、畑迫はだって今金庫側からにいたのは見たから。でそっからリアクターが鳴ったから工藤さんを置いて、右が回ろうとしたら竹雄さんが来てって感じだったんで、僕視点はほぼ竹雄さん。OK 右側直すのはハイブリです。うん、あれマットいないあ、僕めっちゃ手で直してるからな。おめっちゃ直してないけどマットじゃないいやマットいたらスキップで当てるよ
オッケー。意地投票してるかな。誰だったんだろう。まあ僕が待ってます。うん、ありがとうね、竹雄さんね。地獄に落ちな。うわー、強すぎる。それはマジか。ワンチャンのタスクガチもさせなかったな。おお、ボタンないんや、誰も。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ありがとう。殺しまくりや。金庫見に行っちゃったな。ミーティング見に行けばよかったな。いや、初手の初呼吸左で最後殺して終わり。小見舞と武器この辺の、うん、左下に2個あった。2個ある、ね。うわ、発作とエンジンで合流した時には左下に2して。いや、やば。マジか。武器と通信やったからな。